実はあのチームから打診があって。イングランド一部リバプールは現地時間3月10日プレミアリーグ第28節でマンチェスターシティと対戦し1対1で引き分けました。リーグ2位と3位優勝を占う上でも注目された強豪同士の一戦で、日本代表ミッドフィルダー遠藤航選手はフル出場しました。パス成功率 96% をはじめ、世界的名手たちを相手に見事なパフォーマンスを披露しました。全世界が注目した試合だけに、遠藤選手のパフォーマンスはイングランドに限らず多くの国のファンに印象を与えました。今回の動画では急上昇する遠藤航選手の評価やリバプール入団時の裏話などをお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいませ。デブライネのイライラは明らか。遠藤選手の活躍を絶賛。イングランド一部リバプールの日本代表ミッドフィルダー遠藤航は、現地時間3月10日に行われたプレミアリーグ第28節のマンチェスターシティ戦にフル出場し、世界最高峰の攻撃陣を相手に奮闘しました。リバプール専門メディアエンパイアオブザコップは、遠藤選手と対峙した相手ミッドフィルダーケビン・デブライネの反応に注目しています。リーグ戦2試合ぶりの先発となった遠藤選手は、アンカーとしてシティのベルギー代表ミッドフィルダーケビン・デブライネやポルトガル代表ミッドフィルダーベルナルド・シウバと対峙し、潰し屋としてだけでなく巧みな縦パスでも存在感を発揮しました。データ分析会社オプタに基づくソファスコアのデータによると、遠藤選手は90分間でボールタッチ67回、パス成功57本中55本、キーパス1回、地上戦デュエル勝利数4回中3回、空中戦デュエル勝利数2回中2回、ポゼッションロスト3回、クリア2回、インターセプト2回、タックル3回という成績を残しました。シティミッドフィルダーデブライネは後半24分にピッチを去る際、ジョゼップ・グアルディオラ監督の判断に不満を示すような様子が見られました。それほど遠藤選手が世界的名手を苦しめたことを示唆しており、エンパイア・オブ・ザ・コップは、デブライネは遠藤選手との競り合いに苦しんだ。遠藤選手は冷静に対処しリバプールの攻撃につなげた。このプレーは遠藤選手のこの日の素晴らしいパフォーマンスを象徴していると評価しています。試合は引き分けに終わりましたが、遠藤選手の貢献は明らかで、彼のパフォーマンスは今後のリバプールにとって重要なものになるでしょう。 SNS の反応。リバプールの日本代表ミッドフィルダー遠藤航選手がヘディングで競り勝つと、次は相手の大黒柱ベルギー代表ミッドフィルダーケビン・デブライネ選手にタックル仕掛ける。そんな光景に SNS では、デブライネを抑えまくった、安定感半端ないってと大興奮の様子が見られました。注目のシーンはゴールレスで迎えた20分でした。自陣ハーフウェイライン付近でルーズボールにリバプールの日本代表ミッドフィルダー遠藤航選手とマンチェスターシティのデブライネ選手がヘディングで競り合い、遠藤選手が見事に勝利しました。マイボールにしたがすぐさま奪われてしまいますが、デブライネ選手が持ち運ぶ中、またしても遠藤選手がタックルし自由を与えない粘り強い守備を披露しました。完全にボールを奪うまでには至りませんでしたが、必要なプレスにデブライネ選手は手を焼いている様子でした。 SNS では、デュエル大振りをデブライネにも見せつけた、遠藤航すごすぎ、デブライネとフォーデンを遠藤航が抑え込む世界戦、やばいしか言えない、遠藤航すごすぎ、デブライネバンバン止めてたと、その仕事ぶりが大反響となっています。世界中が注目したこの試合は1対1で終了しました。ビッグマッチで堂々の活躍を見せた遠藤航選手はリバプールサポーターからマンオブザマッチにも選ばれており、今後の活躍が大いに期待されています。遠藤選手試合後インタビュー。リバプールの遠藤航選手はドローで終わったマンチェスターシティ戦を振り返りました。プレミアリーグの天王山で存在感を示した遠藤選手はクラブの公式ウェブサイトでこの試合を振り返り、雰囲気はとても最高でした。もちろん僕たちはファンのために勝ちたかったですけど、結果は決して悪いものではなかったと思いますと話し、マンチェスターシティ戦について続けました。僕の考えでは後半の僕たちはマンチェスターシティよりも多くのチャンスを作りました。だから僕たちは結果にがっかりしていますけど、前に進む必要があります。僕たちはより多くのチャンスを作り出しました。もちろん1ゴールしか奪えなかったですけど、僕たちのプレーやチャンスの作り方、
いずれもとても最高だったと思います。このようにプレーし続ければ結果がついてくると思います。遠藤選手は中盤で共にプレーし、同点弾となる PK を決めたアレクシス・マクアリスターに賛辞を送り、またコナー・ブラッドリー選手やジャレル・クアンサー選手ら若手選手のパフォーマンスを称えました。マクアリスターは素晴らしかったですし、僕たちは特にボールを持っている時には常にお互いを助け合おうとしています。彼とのプレーに良いフィーリングを感じられています。それに若手選手たちも最高のパフォーマンスを見せていました。負傷した選手たちが少しずつ戻ってきているので、僕たちの状況は良いものになっていると思います。そして激しさを増すプレミアリーグ優勝争いに向けて、この1ポイントがシーズンの終わりに重要なものになるかもしれません。これこそ僕たちが考えていることです。だから僕たちはこのようなプレーを続け、全ての試合で勝利を目指す必要がありますと、シーズン終盤の戦いを見据えています。代理人が語る遠藤選手リバプール移籍の裏話。サッカー日本代表ミッドフィルダー遠藤航選手らの代理人を務める遠藤隆さんが遠藤選手のリバプール移籍に関して話しました。日本人初のイングランドサッカー協会認定選手代理人が交渉術や舞台裏をご紹介します。今回に実現した日本代表主将のリバプール移籍の背景や欧州でのリアルな評価、国策を背景に猛威を振るうサウジアラビアの影響力などについて話しました。日陰の存在である代理人は、今や選手にとって決して欠かせぬ相棒。リバプールへの移籍は遠藤航と二人三脚で成し遂げた大願でした。遠藤航はブンデスリーガでデュエル王になり、シュツットガルトのキャプテンになった。クラブのレジェンドにもなった。次の移籍先はプレミアリーグのトップクラブしかないと彼は思い描いていました。それを叶えてあげたいという気持ちはすごく強かった。もちろん他クラブからも話はあったのですが、航はあまり興味を示さなかった。移籍するならプレミアリーグのクラブで、チャンピオンズリーグで優勝できるレベルというのが共通認識でした。リバプールはミッドフィルダーヘンダーソンが歩いて吐く、ミッドフィルダーファビーニョが歩いてハドへ流出しました。中盤の後釜として狙っていたブライトンのエクアドル代表ミッドフィルダーカイセド、サウサンプトンのベルギー代表ミッドフィルダーラビアは揃ってチェルシーに奪われました。魑魅魍魎がはびこる移籍市場にあって、リバプールの補強候補に遠藤航が入っているという情報を事前にキャッチしていたといいます。僕の中ではリバプールは候補に残っていた。日本人選手で30歳、おそらく玉突きの最後の方で、オファーがあるとすれば8月の後半になる。でも獲得候補のラージリストには入ってはいたが、実際には想像しがたかった。ラッキーだったのはリバプールの強化部長のヨルグさんもドイツ人で、航はイギリスではそんなに有名ではないかもしれないが、クロップ監督やヨルグさんにとってはかなり知った選手だったというのもあった。ただシュツットガルトも残したいというギリギリの交渉もあって、そこのバランスを取るのは難しかった。20年以上にわたって日本人選手と欧州クラブを結びつけてきた遠藤さんは、今回の移籍に大きな意味を見出しています。今までの歴史上、30歳を超えた日本人選手には2、3億円くらいの移籍金しか支払われなかったが、リバプールは30億円という金額を支払ってくれた。それだけの価値があると思って獲得してくれた。日本人の価値がここまで上がったんだと感じた。吉勝がポーツマスに来た当時、スポンサーはつくのか、シャツは何枚売れるんだというようなことを聞いてくることが多かった。今は本当に選手として評価されていると肌で感じた移籍でした。遠藤航選手の移籍は、サウジアラビアの国家規模の改革事業ビジョン2030を背景にした爆買いが発端だった。日本人選手や J リーグにサウジは今後どのような影響を及ぼすのでしょうか。名前は言えないが、契約選手にサウジのクラブから獲得打診があった。ただ意外だったのは欧州のクラブでも払えるような金額だったこと。ビッグネームには巨額でオファーするけど、そこそこの選手にはそれなりのオファーをしていると感じた。今回はファビーニョがサウジへ移籍したことで、航が玉突きでポジションを得ることができた。意外とサッカー界は狭い。日本代表クラスの選手にはチャンスが舞い込んでくることもあるので、ネガティブな要素だけではないと思うと話しました。メディアの報じていた遠藤選手移籍のリアルな反応。遠藤選手移籍に関してはメディアでも話題となっていました。移籍直後に出場機会を手にし、加入2戦目で先発デビューも飾ったが、その後のプレミアリーグでは終盤からの投入や出場機会なし、ヨーロッパリーグでは2試合続けてスタメンに名を連ねたが、思うようにインパクトを残せていない状況でした。それでも
ザ・ブートルームによると、OB のジャーメイン・ペナントはザ・ミラーで、遠藤がいかに相手の攻撃を止められるかは知っての通りだ、と話していました。彼に必要なのは、足元を固めることだけさ。まだプレミアリーグのペースをつかむには早い。でも、疑いはないよ。6番としてプレーするときはうまくやれるようになるだろう。しかし、ザ・ブートルームは、遠藤がリバプールで輝くのは見たいが、どこから彼の機会が訪れるかはわからない、と懐疑的でした。失礼ながら、彼は最大級のビッグネームではない。そしてユルゲン・クロップ監督はこれまで多くのチャンスを与えていないのだ。もちろん、これから負傷者が出てくれば、全てが変わるかもしれない。だが、これまで見てきたことに基づけば、遠藤がリバプールでステップアップし、大きな違いを作るようになるのを見るのは難しい、と報じていました。ドイツ一部シュツットガルトから加入した遠藤。同メディアによると、移籍発表の時のサポーターら周囲の驚きを理解すると認めた上で、批判は気にしていない、と話しているという。この時リバプールはエクアドル代表ミッドフィルダーモイセス・カイセドとベルギー代表ミッドフィルダーロメオ・ラビアの獲得を狙っていたが、揃ってイングランド一部チェルシーへ移籍。その後、遠藤の獲得が発表された。報道によると、リバプールにドイツ一部クラブから30代の選手が加入したのは、2016年のエストニア代表ディフェンダーラグナル・クラバン以来とのこと。遠藤の獲得オファーの報道があってから契約までのスピード、知名度には驚きと衝撃があった、と伝えている。しかし、遠藤自身は疑問視する意見について、それは普通のこと。何を言われても気にしない、と話していたといいます。現在の遠藤選手の評価、A メディアが大絶賛。リバプール中盤のキープレイヤーに、リバプール対マンチェスターシティ戦。この重要な一戦で、ユルゲン・クロップ監督が遠藤航選手を称賛したと、A メディア、This is Anfieldが報じました。リバプールを率いるクロップ監督は遠藤選手や、ハーベー・エリオット選手、ルイス・ディアス選手などを先発起用。遠藤選手は何度もボール奪取して相手の攻撃の芽を摘み、マンシーのケビン・デブライネ選手などを自由にさせませんでした。23分に失点したものの、50分にアレクシス・マック・アリスター選手が PK を決めて、1対1の同点で試合を終えています。試合後、クロップ監督は遠藤選手について、彼はとんでもない試合をしたよね。選手がワールドクラスになれるかは我々にはわからないけれど、それが実際に起きたんだ、と大絶賛しました。クロップ監督は遠藤選手が周囲から過小評価を受け、懐疑的な見方が広がる中でも同選手を試合で起用し続けました。最初は途中出場が多かったですが、今ではフル出場が当たり前になっています。同選手の実力を信じ続けたクロップ監督でも、ここまで急激に成長するとは思っていなかったかもしれません。同メディアはタイトルに、クロップ監督でさえ驚くワールドクラス、遠藤航とつけ、遠藤は周囲の予想に反し、アンフィールドでの出遅れを克服して、クロップの中盤のキープレイヤーとしての地位を固めた、と評価しています。今回の動画は以上です。今回の件、あなたはどういう感想をお持ちになられましたか？ぜひコメント欄に感想をお寄せくださいませ。またこの動画がいいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧くださいませ。